ファイトなんか今日大沢さんから聞いてる？いや全然聞いてないですね。あ本当に？またなんか思いついたんでしょ。そうですね。とりあえず行かないと分かんないから。そうですね。うん。お疲れです。やっほー。お疲れです。すいません急に。急すぎる。呼び出してしまいまして。今3時よ。いきなり3時に呼ぶの。いや3時ですけど栃木からはるばるやってますよ。まあちょっとね。なにちょっとなんか。何。りんちゃんに一言物申したくてですね、唐突ではあるんですけど、うん、その最近チャンネルちょっとおもんないんじゃないかなと思ってしまっていて、うん、でもそれは単純に僕がりんちゃんの良さを引き出せてないとかね。そうね、そうだね。出ないとちょっと結構悪いよ。まあそうね、でもやっぱ最近ねちょっとね、おささんも出てないし、そうで、なんかそれこそ、まあ、やっぱり新しいプロジェクトというか、うん、企画を考えようと思って、うん、今日は、うん、カメラマンのカイトとね、うんうん、そして演者の新たに、うん、はるばる東京丸の内にお越しいただきましたよ、うんうんうん、で、早速なんですけど、うん、2つほどね、2つもはい、これからこのチャンネルの方向性を左右する具体的な企画を私考えてきて、きっとそれが視聴者の方喜んでくださるかなと思ってるので大発表したいと。不安だな。そんな理由で呼びつけました。はいはい。でね、ちょっとじゃあテーマ改めて整理すると、うんうんうん、僕らのこのユースフルスキューの図書館っていうのは、うん、明日の働き方を変えるというミッションを持ってね、うん、主にこう大人のこうリスキリングっていう文脈を取り扱ってきたと思ってる、うん、はい。ってこと、Excel というドメインにおいては、うん、我々自信を持ったコンテンツだけを並べるぞという思いを持って運営してきたんですけど、うん、ここに来てやはりその Excel というところに照準を定めて、お里エクセルシーズン2を始めたいなと思っております。いい。回転するの？なんかわざとらしくない？ちょっと待って、リアクションが意外にわざとらしくない？どうするの？じゃあもう一回ナチュラルに来て。ナチュラルに。でも本当に回転するの？俺だって聞いてないよそれ。そう、回転するの？目標ね、あくまでも目標なんだけど、うん、来年の春に向けて、うん、Excel 現場の教科書、うん、そしてたった一動画で全てが分かる Excel の教科書、うん、これ動画ね、うん、1000万再生超えました、うんうん、これを完全リニューアルしたいと思います。いやそれ普通に視聴者目線で拍手じゃない？本当に。だって俺もともと視聴者だからさ、あれ見てた人間だから。そうね。あれって出したのいつだっけ？あれはね、2019年なんで、ビフォーコロナ。ああそうだよね。で今回のこの企画を思い立った理由としては、うん、もう明らかにこのビフォーコロナ、そしてアフターコロナで、うん、働き方が変わっちゃったのよ。それは皆さんの、まあ、リモートワーク始まりましたとかね、うん、オフィスでもこう半分出社半分在宅ですとか、うん、そういうふうな働き方の変化はもちろんのこと、うん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 、それに伴って結局マイクロソフトもね、うん、めちゃめちゃこう技術革新を起こしてたよ、うんうん、Excel をはじめ Teams はじめ、うんうん、オフィス製品の、まあ、なんかブレイクスルーみたいな、うん、どん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 新しい機能が備わったから、アップデートしまくるからね。そう、うん、僕らとしても過去作ったものは最高傑作だったけど、うん、今のこの2022年そして23年以降の働き方に準じた、うんうん、新しい情報がここにあるよねと、うん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 、追加すべき付加価値あるよねと、うん、思ったのでこのお里エクセルシーズン2が始まりますと。あ、素敵。でそれ誰がやるそれはね、うん、僕とあなたで頑張ります。僕もやるの？りんちゃんもやるの？僕もやるの？聞いてないよ何にも。言ってないもん。そうなの。言ってないからあれなんだけど、うん、僕としてね、その前回作ったものでも、うん、今でも通用する、うん、そう伝統的な技というか、うん、実務で必ずこのスキル、この技術は身につけておかないといけないよねっていうのは、うん、改定せずに乗っけるべきものがたくさんあると思ってる。そうだね、うん、一方で例えばパワークエリとか、うん、パワーピボットとか新しいコンテンツね。そう、新しい機能に準じた実務的な使いこなしみたいなところを、うん、プラスアルファ増強版として作っていきたい、うんうん、あ、なるほどね。そんなことを思ってます。
あ、なるほどね。でも俺それ知らずにパワークールのコンテンツ撮ってるそう、でもなんかいいもの作ってくれてんだよね、簡単に言うとねそう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 。あ、そうなんだ。なので、まあ、出版社にも相談してないし、何にも何にも決まってないけど、思い立ったが吉日ということで、あのそういうことやっていきますっていうのが、そうだ、まず一つ目お伝えしたかった内容ですね。思いついちゃったの。思いついちゃいました大人のリスキリングことエクセル学習においては我々を頼っていただけたら完璧なところに行けますよと。お、素敵。最新情報をお届けしてまいりますというふうな話でございます。さあ見てくださいちなみに言っとくと、あの YouTube ベースでそれも伝えていくっていうのは、うん、間違いなくやることなんだけど、うんうん、いわゆるその動画見てる時間ないよとか、週次ベース、月次ベースでどん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 新しい最新情報、最新機能が追加されてるがゆえに、うん、テキストで一気に連携皆さんにした方が早いケースもたくさんあると思ってて、そうだね。そういったものに関しては、うん、僕らが今作ってるその LINE の方で情報配信していくので、そこに関してはまだ登録お済みでない方はぜひご登録いただきたいなと。あ、ぜひぜひお願いします。思ってるし、もともとご用意していた4大プレゼント、うんうんうん、要は自分の個人の生産性が高まるような、うん、いろんなこうショートカット厳選集とか、うん、あるいはこうプロの技厳選、まあ、限定動画みたいなものをご用意してますので、うんうん、あのシンプルにそれがちょっと見てみたいなと思われた方はそちらご登録しておくと、すぐに手に入りますので、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてさらに、あ、そうだ、もう一個あるんだそうだ、もうこれでお腹いっぱいだよそしてさらになんですけど2つ目の大発表としましては、はい、僕ら、うん、一ビジネスマン、僕だったら一経営者としてなんか甘えてませんかと。甘え、なんかちょろっとエクセルできるぐらいで、うん、なんか意気がって発信してる自分たちがいると思っていて僕ら自身もね、きちんと成長しないといけないと。そりゃそうですね。いうのが、そりゃそう、あの僕自身のね、うんうん、あの課題としてあります。うんうんうん、で、やっぱりこの視聴者の方々って、うん、自分の人生なんとかしていきたい、うん、もっともっとレベルアップして明日の働き方変えていきたい、うん、みたいな、こう自分のスキルセット、うん、あるいはキャリアをアップデートしたい、うんうんうん、働き方をアップデートしたいと思われている方がたくさんいらっしゃるからこそ、世の中にある、うん、皆さんが受けたいと思っている教育系サービス、うんうん、いろいろありますよ。いっぱいある。 IT、うん、英語、うん、ビジネス系、要はマネジメントとかね、いっぱいあるね。経営者にとっての学びとか、うん、たくさんあるわけです、うん、で僕が受けたいものも、ビンちゃんが受けたいものも全部受けに行きます。受けてくの？で、それをガチで嘘偽りなく案件でもなく、うん、本音ベースで勝手に皆さんにレビュー届けますそれもやるの？はい。え、それ俺もやるの？そう俺もやるのそうなの？なので、これも全然聞いてないよ僕らとしてはね、あの Excel 経営とか、うん、Excel をこうどうビジネスの現場で使いこなすと、うん、世の中の生産性が高まるかみたいなのを常々研究しているチームではあるけれども、うんうんうん、Excel 以外の分野においても、うん、ビジネス仕事術、IT 仕事術、はたまた教養、うん、全てにおいて皆さんたくさん学びたいことあると思うんですよね、うんうん、視聴者の声を踏まえて、大瀬さん、凛太郎さん、あの講座実際どうですかと、うんうん、いう声を元に受けに行きたい。あ、なるほど。自分たちが受けたいのももちろんそうだけど、視聴者の皆さんが実際受けてみたいものを自分たちで体験する。そう。あ、なるほどね。なので、うん、勉強頑張ってください。しんどいな。仕事をしつつしんどいな。いろんなスキルを伸ばしていただきたい。あ、そういうこと。え、それは一旦僕と、うん、りんちゃんが主体になってやるけれども、うん、ユースフという会社全社を通じて今後やっていきたいと思いますので。あ、なるほど。じゃあ今撮ってくれてる、はい、そこにいらっしゃるカイトさんはクリエイティブの部分に関しては極めていただかないと困っちゃうと。関係ないと思って聞いてましたそうだよね。あなたも入ってくるのよ。僕もですね。そう、ただ手前ね、あの、うん、ビジネス系の領域および IT 系の領域が強い、ちょっと僕たちがあの演者として、あの皆さんのね、あの興味のある分野をどん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 深掘っていきたいなと思ってますので。でも小田さんできるの？あなた人の悪口とかあんま言えないタイプ正直レビューとか、うん、人の悪口は言わないんだけど、うん、それはそれで、あの僕の表情から受け取っていただくことができると思う。うーん、星5みたいな違うんだなみたいな。そう、でもなんか結構、うん、そういう時代じゃない？
やでも確かに自分が受けたいものはあるけどお金もかかるし時間もかかるから、うん、その自分でさよしこれやろうと思ったとしても、うん、なかなか躊躇するところをあこれだったら受けてもいいかもしれないって背中一歩押してあげるみたいなところあるかもしれない、ね、そういうこと、うん、そういうことですよ。確かに。だから我々がいかにできないかっていうね。あそこも取るそこもさらけ出されてしまうんですけどアフターだけじゃないアフターだけじゃない、ビフォーアフター、ビフォーアフターをきちんとお届けするし、あそういうこと、現状の我々のレベルチェックなるものも行いますので。あそれもやるの。はい、フィットネスレベルお前らどんなもんやねんと。だから普段なんか偉そうに喋ってるけど偉そうに喋ってるけどセキララにお届けしていきたいなと。あそういうことですか。思っておりますので、お今日お伝えしたかった内容はまとめるとこの2つですね、うん、お里エクセル第2シリーズ、はい、シーズン2始まりますよと。でたった1動画のあの動画が来年の春リニューアルされますので、超ご期待。それは本当に素敵。待っててください。でその成長プロセスも全部お届けしますので、うん、お楽しみに待っててくださいっていうのと、あとは先ほど申し上げた通り、まあ、皆さんがスキルアップしてみたいな、この講座受けてみたいな、このサービスって素敵そうだなと思ってるもの教えてください、うんうん、ぜひぜひ。それをベースに僕らが、まあ、ガチでいきますんで、はい、やってきますんでお金払って安心して、あの公平中立な情報を皆さんそこでゲットしてみてくださいっていう感じです。たとえできなかったとしてもディスらないでください。ディスっていいよ。いやだよ。いやだよ。なので早速なんですけど、はい、まあ一旦ね、我々ビジネスマンとしてどんなもんかと。はい。はい。例えば、うん、英語力ありますか。うん。例えば、算数できますかと。国数 A 社あり。あなた方のレベルって一体どんなもんや、どないなもんやねんと。そんな遡るの。できたよ。買いました。まずね、何かはここでは言わないけども、うんうん、ビジネスマンとしてこれはできないとやばいよねっていうジャンルを選びました。2人で一生懸命めちゃめちゃ悩んだんですけどこの後帰ってはい抜き打ちテスト、お勉強、はい、開始。お勉強じゃなくてもう抜き打ちテストそうなんだ。やらせていただきますので、はい、頑張っていきましょう。了解です。LINE もやってるよ。